18、イコール多い。規制イコールが10日。大阪市の関西将棋会館で午前10時に始まった、順位戦 B 級2組の最終局で、中村太七,七段、32、と対戦している。前節が終わった時点で9勝0敗とし、佐々木勇気7段、8勝1敗とともに、上位3人以内に入ることが確定。 A 級に引けを取らない実力者が多く救うことから鬼の住みと呼ばれる B 級一組への昇級がすでに確定している。順位戦では現在20連勝中で通算38勝1敗。勝率974と抜群の成績を誇って下り、本局も勝てば2期連続での全勝通過となる。現在、年度末の 将棋対象表彰の対象となる4つの記録部門では、連勝が15、継続中。勝率が、840で共に単独首位。勝ち数の42も、長瀬拓也王座、28、と並んで、トップタイとなっている。残る対局数ランキングは3位。一方、かつて王座を獲得したこともある元タイトルホルダーの中村も、 自身が運営する YouTube で順位戦の票ができた時からずっと作戦考えてたと意気込みを取ろうわずかながら勝てば自身も残り一人の昇級枠に入る可能性を残しているだけに激しい対局になることが予想される先手の藤井聡太はいつも通りお茶を一口飲んでから飛車先の負をついた 戦型は相掛か,かりとなった。過去の対戦は2019年8月に行われた王将戦2次予選2回戦のみで、その時は藤井聡太が勝っている。持ち時間各6時間。昼、夕2回の食事休憩を挟み、本日深夜の終局が見込まれている。藤井聡太2巻。全勝昇級なるか将棋の順位戦最終戦将棋の、 藤井聡太二冠、十八、イコール多い。帰省イコールが10日。第七十九期名人戦、B 級二組順位戦、朝日新聞社。毎日新聞社主催の最終十一回戦で、中村大地七段、三十二、との対局に臨んでいる。対局は、帝国の午前十時。大阪市福島区の関西将棋会館で始まった。先手は、 藤井聡太二冠。持ち時間は、各六時間。終局は夜になる見通し。明け晩の中村治58を治む九段、五十八、除く B 級二組の二十四騎士が、東西の将棋会館で一斉に対局している。藤井聡太二冠は、開幕から負けなしの九連勝、五回戦は手焼きで、すでに B 級一組への昇級を決めている。 本局の注目は、全勝昇級がなるかに加え、公式戦15連勝中の藤井聡太二冠が連勝記録を伸ばせるか。一方、ここまで6勝3敗の中村七段にも昇級の可能性が残っていて、好勝負が期待される。今季 B 級二組には25騎士が所属。昨年6月から今年3月まで。 それぞれ十局座詞。上位三騎士が B 級一組に昇級する。最終戦を前に、藤井聡太二冠のほか8勝1敗の佐々木勇希七段、26、も昇級を決めている。残り一枠を6勝3敗の六騎士と、5勝4敗ながら、順一1位の谷川工事九段、58、が争う構図だ。 6勝3敗の6騎士は、横山博明七段、四十、イコール順位三位イコール。沢田慎吾七段、二十九、イコール同四位イコール。富良山寿命、安明七段、三十六、イコール同六位イコール。中田博樹八段、五十六、イコール同八位イコール。大石直継ぐ、七段、三十一、イコール同十一イコール。 中村七段イコール同16位イコール。同成績の場合は順位が上の騎士が昇級となるので、中村七段は苦しい立場だが、まずは自分が勝ってチャンスを待ちたいところ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。